デートですか？もうやっちゃったの？どこ行くの？水族館です。いいなあ、パンダなんか見に行くんだ。でも釣りの方がいいよ。釣り行こうよ。あの3対4のあの正樹が演技というのかどうかっていうのはもう全然これは、よく分かんないんですけど。さやかちゃん、はい。まだ名前を教えてなかったね。はい。俺ジェームスって言うんだよ。魚釣れないな。水族館行こうか。基本的にやっぱりくだらないことが好きだっていうのもあるし、それまでそんなバカバカしいことをしてた人たちがいなかったっていうことと、やっぱりやってて面白かった。もちろんその肉体的にはきつかったり怪我をしたり、というのももちろんその日常茶飯事であったんですけど、なんか子供が怪我してでも遊んじゃう感覚の延長線に近いようなものがあったのかな。基本的にそのお笑いを作る上で、その武さん自体が余計なことをするのがすごい嫌いというか、お笑いっていうのは振りがあって落ちがある、その間をなるべくこの直線距離というか一番最短距離で持っていく。余計なことをするとそのお笑いの質が変わったりっていうのが一番効率的な、そのお笑いのネタの作り方っていうのがあって、そのためには振りはちゃんとした、もうシンプルな振りがあってシンプルなオチがある。そこに持っていくためには、ね、余計なものを全部削ぎ落としていくことによってその、ピュアな笑いができるというか、一番こうシンプルなものが一番強いっていうのがあると思うんですけど。おい、紙くれよ紙。持ってない。そういうお笑いの作り方を僕は教わってというか、その、だからその、手法という、ほど大きなもんじゃないんですけど、あの映画の中で僕の役割っていうのはやっぱり結局ネタ振りの役だと思うんですよ。でそうすることに、ね、そう考えるとその余計なことは一切しないと、いうことがまあ大前提とあって、あと基本的にその僕自身が、役者になりたかったとかその映画に興味があったとか一切なくて、初めての映画だし初めての芝居だから何をどうしていいかわからない、結局何もできない何もしないっていうことが、そういうことになったのかなと思うんですけど。やっぱり笑いと暴力って結構紙一重なところがあると思うんですよ。これはもちろんその監督もよくおっしゃることなんですけど、暴力も笑いも突然起こるという、で笑いってすごい暴力的なもんだっていうことをよくおっしゃるんで、そういった面で考えればもう、前編お笑いでもいいありだし前編シリアスでも、どっちとも取れる、ほんのちょっとしたさじ加減でいくらでもこの転びようがあるようなとこにあるんじゃないかなとは思います。
この作品が非常に大きなインパクトを国際的にも与えたということは私自身も聞いてますけども、実際なんて言いますか、私自身が、プロデューサーを名乗り始めるのもこの作品からなんですけれども、その男共謀につきましては、協力プロデューサーという形でのクレジットで、どちらかというとマネジメントの方に徹してたようなところが私にもあります。ただ実際に3.4X を撮って、もちろんストーリーも好きだったんですけれども、ラッシュを見た時にですね、やっぱり北野さんが作りたい映像っていうのが本当にその時に非常によく分かりましたし、実はそのインパクトというのは、もう本当にラッシュの段階で、私はもう明らかに新しいものが生まれつつあるというふうに大変ショックを受けました。で、たけしさんなら映画ができるだろうと思ってたというその最初のきっかけとか、それに基づいて作られた第一作という以上にですね、つまりこれは新しい映画監督が生まれてる、新しい映画が生まれてるというような、そのぐらいのこうショックを私自身が非常に受けたことによってですね、私自身がだから今後たけしさんの映画というのはとにかく作れる限り作っていくべきだというふうに思った作品でもあります。やめてくださいよ兄貴。上原さん、兄貴もうやめなって。お前はいんねえこら兄貴。ですね、初めて、お会いしたのが1982年の、冬もほぼ暮れで、日本放送オールナイトニッポンという深夜のラジオをやれてて、その日本放送に、の前で、ラジオが終わるのを待って、で弟子にしてくださいと、声をかけさせていただいたのが初めてですね。でその時に、そのたけしさんから言われたのは、もううちは人いっぱいいて若いのいっぱいいるから、もう弟子取ってないからっていうふうに断られたんですけれど、まあそのあんちゃん今何やってんだって言われて、その当時まだ専門学生だったんですけど、専門学校行ってますと言ったら、バイトしてんのみたいなこと言われて、はい、じゃあバイトして生活費なんなりは稼いでるんだったら、まあ毎週ラジオここで木曜日やってるから、まあ遊びにおいでっていうふうなことを言われて、でそれもまあね、本当にもしかするとその大人の手のいい断り方だったのかもしれないんですけど、それをまあ鵜呑みにして、その次の週から、毎週日本放送に通うようになったのが、そのことの始まりというか。おはよう。私たちは、1本目のそのとこを撮り終わった後からですね、すでに勝手にもう2本目の話をしてました。これは2本目を撮ってくださいというオファーがあったわけではなくですね、私たちの中では当然、なんていうか、たけしさん自身もそうですけど、自分のオリジナルの映画を作りたいというやっぱり欲があるのはある意味当然だと思うんですけれども、やっぱり 100% 自分のものではないというところも含めですね、キャスティング、それから編集、それから音楽、そういったことも含めて自分のセンスでとにかくオリジナルの映画を作りたいという、こう欲求といいますか、ですから、3.4X 10月という、タイトルも奇妙で、これも北野さんがつけたタイトル、非常にこう意味が分かりづらい、と言いながらもたけしさんのセンスつけられたタイトルというようにですね、とにかく全てをオリジナルでやりたいということで、勝手に
それこそ一緒にいたスタッフも巻き込んでですね、もう次の作品をこういうふうにやりたいんだという構想がすでにそのとこを撮り終えた直後ぐらいから実はあったのが 3.4X なんですね。会社サイド、まあ、ある意味非常に難色を示しました。タイトルもそうなんですけれども、キャスティングもですね、たけし軍団といわれる自分たちの弟子を主役に押し立てるといいますか、でまあたけしさんももちろん映画には出てますけれども、非常に何て言いますか、いわゆる映画スターを他に起用するわけでもなく、タイトルも難解で、なおかつそのたけし軍団というのはあくまでたけしさんがコントをやる上での道具みたいな人たちでしたから、映画ファンからその注目されている人たちというわけでもない、非常にテレビ的な集団でもありましたし、という意味では配給会社サイドはですね、非常に難色を示しました。ただまあ、その異業種監督という流れが引き続きやっぱりまだ日本映画界にあったことと、その男凶暴につきという作品がまあそこそこのヒットをしたということで、結果として私たちが押し切ってしまったような形になりました。おいお前台座出ろ。あ、いやダメだと思いますよ。どうせツーアウトじゃねえか。審判代打。はい、行け。なぜキャスティングされたのかっていうのは未だに謎でして、まあ多分軍団の中で一番暇だったっていうのと一番ダメなやつだったっていうことが多分最大の理由かなとは、はい、思います。もう本当に弟子入りしてみたものの一番素人で何にもできなくて、お笑い的にも一番多分才能なくて、まあ、もちろん年も一番若かったんですけど、結局そういう、ダメな人間っていうのがそのまま3対4の正樹につながったんじゃないかなとは、想像ですけど思います。1日ね、100回ぐらい振れば上手くなるよ。振らなきゃ始まんないんだから。やっぱり今となっては全てこの 3.4X10 月からが始まってると思うんですよね。結局役者、まあ、タレントもそうなんだろうけど、やっぱ役者っていうのはその前にやった仕事がどういうふうにつながっていくかっていうことだと思うんですよね。でその 3.4X がその僕の役者の、基準として考えると、まあその後になっていろんな人から話を聞くと、清水崇監督は学生時代ですね、学生時代に 3.4X のを見て、で自分でその学生映画を撮った時に主演の役者に 3.4X の柳幽霊の芝居をやってくれって言ったっていうのを後で聞いて、でそれがまあ結局何年か後につながっていくんですけど、でやっぱり 3.4X を見てくれて、もう亡くなったんですけど熊代辰巳監督のインモラルという作品があって、キャスティングの方が僕を読んでいただいて、でそのインモラルを見た中田秀夫監督が女優霊に読んでいただいて、でその女優霊を見たその清水監督とそこでまあ同じプロデューサーなんでつながって、そこからジャパニーズホラーっていうのがまた一つのジャンルとして広がっていくことによって、結局どん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 その仕事がつながっていくっていうすごい綱渡りなんですけれど、やっぱり後になって考えるとそこが全部つながっていく、元を正せばその 3.4X に全部集約されるっていう
やっぱりそれがなかったら僕は今はどうなってるかはわからないというか、この世界にいないんじゃないかなとは思いますね、うん、お笑いだけやってたら多分実際今お笑いやってないんで、お笑いやってないというかお笑いができてないんで、やっぱり役者の仕事をできてるっていうのは3対 4X のおかげだと思います。こういうとこ来るの？ん？あ、安い店。ケースウォッチ何これ？すべすべしてる。うん。してんの？うん、やっちゃった。いいんですよ。な。ん？何なの？欧米の方たちが逆に言うと、その北野武という映画監督を映画監督としてこう非常に、まあ、ある意味客観的に一人の監督の作品として見ていただいたということはあると思うんですけども、日本ではやっぱりビートたけしの人気というのが、北野武が作った映画というなんていうか客観性を逆に邪魔してしまった、一つそのビートたけしというフィルターを通して、コメディアンビートたけしというフィルターを通してしかやっぱり捉えることができなかったという現実は、特にその初期の作品においては強かったし、花火で本当にあのベネチアで大きな賞をもらって、それこそ海外での評価が確かなものとなるまではですね、多くの日本人の方たちはやっぱり北野武が監督した作品というような捉え方ではなくて、あのコメディアンのそしてタレントのビートたけしが映画も撮ったというような捉え方であったというのが紛れもない、事実だったと思います。てめえ一体誰の指詰めてんだ？そんなことやってるからクズだって言われるんだよ。で非常に ある意味なんて言いますかね、その後に出てくるソナチネとか同じような沖縄を舞台にした映画もありますけれども、全てのヒントと言いますか、その後作られる北野作品のヒントが実は 3.4X の中に、たくさん込められている。ヒントという言い方おかしいとすれば、何でしょうね、ダイヤモンドの原石みたいな映画だったんじゃないか。だからそのダイヤモンドを磨かれてはいないんで非常に鈍い光を放つんですけれども、それをこう一面ずつこう磨いていけば、そこにこう見事なその光を発する作品が生まれてくるというぐらい、ダイヤモンドの原石だというふうに私は本当に例えてもいいと思うぐらい、その後に作られる北の作品のまさに原型といえるものがそこに要素として多分に含まれてた、非常にこう無駄のない、セリフ、それからものすごく緊張感を持った映像の積み重ね、それからそのまあリアリティと言われるところとエンターテインメントというところのバランスの良さ、まあ何でしょう、今までこういう刺激を映画で受けたことがないなと思うぐらいの何か強いインパクトを受けたというのは、やっぱり 3.4X でしたね。